久保さん、今回は心を解放する方法にしましょうか。心を解放する方法。今日ね、これからちょっと、福岡からね、鷲津さんがちょっと遊びに来てくれるんで、初の、お出迎えに行ってくるんですけど。そう、今日晴れてよかったですね。晴れた。まあ動画いっぱい撮ると思いますけど、うん。心を後悔するっていいっすね。心を後悔する、うん、ね、もじってましたね、うん、心に素直になるっていうのは結構大事だと思います。自分はこうしたいと思ってるんだったらこうすればいいっていう話ですね、うん、ただ心を解放するしすぎるともダメなんですよね。例えばなんだろうな、久保さんの昔の事例で言うならば、心を解放しすぎて麻雀店の売り上げ上がってないのにキャバクラに突っ込みまくるみたいなねどんどんやばくなってくるっていうね、でもそれはそれでなんだろうな、生き方なんで、それがまあどうせ死んでいくだけなんで、まあその一瞬を楽しむっていうのは悪いことではないと思うんですけど、でも現実はあるので、だもしあの時制御できなかったら多分今の久保さんはないんじゃないですかね。だから心を解放するっていうのは非常にいいことなんだけども、制御することも大事だっていう、コントロールしていくことも大事だよっていうことですね。で解放するためにはまあ素直になるだけですね。こんな生活したいな、じゃあやろうよっていう、それだけなんですよ。だけど多くの人は心でそう思ってるんだけども、実はその心でまた出てくるんですよ。私には無理なんじゃないかとか、自分には無理なんじゃないかとか、今からやっても遅くはないんじゃないかと。だからスピ系で言うならば直感を信じろってことですね。直感だから、パンって出てきても、雑草出てくるんで、だけど、雑草気にせず伸びろっていうね。そう。で、伸びた後、とりあえず伸びた後、雑草刈ればいいじゃんみたいなね。そう。伸びてるんだけど、雑草も刈らなかったらもう、ボヨボヨになりますから、雑草を気にするなってことですね。雑草は気にするなと。所詮雑草だと。自分はどんな木を作りたいのかと。自分はどんな木になりたいのかっていう。それが本ちゃんであるよっていう。雑草は雑草であると。仮に今からやっても遅いんじゃないかなとか、成功できるのは一部の人なんだって思ったとしても、結局その心で本当に本ちゃんで思ってる気持ちっていうのは、なかなか消えないんですよ。逆に言うと消えないからずっとノウハウコレクターはいるんですよ。ね消える人はもう市場から絶対撤退しますから。だけど、それは消えてないから、また買うんですよ。だから、いいことっちゃいいことなんですよね。まだその心の中では、変えたいと思ってるわけですから。だから、なんか買ってみようと思うわけですし。じゃあ、だからそこはもう、そう思うんだったらやれよって話なんですけどね。いやーでもね、ありがたいですね。このコーヒー飲みながらこの悠長にね、動画撮れる生活になったっつうのはね、ありがたいですね。いや、ほんとありがたい。もうほんとにね、でも後悔はしてますからね。20代の時にこんな生活してたら、どんな人生があったんだろうなと思いますから。まあ僕はもう間に合って、30代でこういう生活ができたっていうのは、まあ、借金があってね、結構大変な部分ありましたけど、それでもやっぱ、それを背負ってでも、鹿児島にこう独立してよかったなと思える形になったんで、でもそう思える形にしたのは自分だし、多分幸福の科学、僕、幸福の科学行ったことあるんですよ。で僕のお客さんで一回宗教好きな人がいて、で大阪行った時にお会いして、で、なんか幸福の科学にも一応、いろんなとこ入ってるんですよ、確か。で、幸福の科学にも、行ったんですよ。大阪の、その、すげえとこに。すごい、しかもね、幸福の科学すごいな、みたいな。なんかね、なんか、いろいろな、その、マネタイズ方法があって、なんかその、立て付けがすごいんですよ。立て付けが。あ、すごいですよ。もう、これすごいな、みたいな。なんか、まあ、いろいろあるんですよ。なんか、いろいろとそのマネタイズするポイントが、その立て付け感がすごくてこれ言ったもん勝ちだなみたいなすごいですよ。なんか大川隆法さんでしたっけ、幸福の科学の息子さんが今 YouTube やっててね、あれなんかちょっと見たんですけど、なんかその人も言ってましたね。そのなんかその立て付けっていうか、そのなんだ、そのマネタイズのそのあれがすごいみたいなそうただもうきついでしょうね。だからまあ幸福の科学はもう昔全盛期でこう上がっても新規全然増えてないから、本当に今、今持ってる理由としてはなんだ、その昔からずっと何十年も入ってるから今更やめられないっていうところで持ってるところがあるみたいなこと言ってましたけど、ただもう50年後にはまあ生き残ってないでしょうね。その今トップの人がいなくなったらもう多分終わりだと思いますね。あ、そうそう、鹿児島にもありますよ、幸福の科学のその部屋というかその会館みたいな。すごいですねあれね。ただね、その幸福の科学のその出してる本っていうのは結構ね、悪い本ではないんですよ。僕もね、なんかね、1冊か2冊なんか読んだような気がするんですけど、悪くはないんですよ。まあ当たり前のこと書いてあるんですけど、でもまあそうだよねみたいなのもあるんですよね。だからその、コンテンツとしては、ちょっと、なんだ、その息子さんが言ってましたけど、なんか一番最初バズったコンテンツがそのなんかその僕知らないですけど、なんかその降りてくるみたいな、ああみたいな、なんかなるコンテンツはすごくヒットしたらしいんですよ。なんかでそれは多分まあ嘘らしいんですけどそう降りてきてこうなんかこうやるみたいな、それは嘘っぽいんですけど、嘘って言ってたかな。そうだけどその本とかはなんだろうな、わりかしいいこと書いてあるみたいな。そうまあね、でも、あ、そう、久保さん思い出した。エホバの証人さんから昨日メール来たんですよ。そうこのやり取りね、エホバの証人さんがきっかけなんですけどね。でそのエホバの証人さんから来たやつが、なんかユダエルだったかな、ダニエルかなんかのやつで、その映像をシェアしてもらったんですけど、その僕も一応ねシェアしてもらったんで見たんですけど、そのダニエルだったらね、そのなんか崇拝するんですけど、誰を信じるかみたいな話なんですよ結局は。なんか派閥があってどっちを信じるみたいな、自分信じればいいんじゃないみたいなちょっと動画送ったんですけどね、僕は自分を信じますみたいな、自分がやるべきことやりますみたいな。まあでもね、最初のファーストステップとしては、やり方がわからないかったりとか、メンターが必要だったりとか、まあそういうのは必要かもしれないですけども、ある程度その羽ばたいて独立自分でできるようになったら、やっぱ自分が一番最強だと思いますけどね。なぜならば、なぜそうならないといけないのかっていうと、自分の人生は自分だからですね。自分が全てであると、なぜならば自分を生きるのは自分しかできないっていう結論ですね、事実まあ影響も受けるし学ばないといけないけれども、結局自分で意思決定していく、自分で行動していく、それは全部自分であると。でそれをやっていかないといけない、なぜならば自分の人生を生きれるのは自分しかいないから。神様とか関係ないです。神様、俺が神様だみたいな話ですね。はい、行ってきます。